どんぐりちゃんも年末天書に入ったのか、茶太郎くんにだいぶ尻尾プリプリで積極的に言っています。犬の秘密基地ナウ始まるよ。早朝からドラマ一挙見が始まると年末感が出てくるんだよ。どうも、犬の秘密基地です。というわけで今年も残りわずかとなってきましたけども、スイくんとスアマくんのダックスコンビはなんかイチャイチャしてます。カニ編ダックスのルナちゃんは混ざらず、チワワのブーちゃんは早速モーニングチュールを食べます。ペロペロと食べてると右下から何やら黒い影が現れてきました。食べ終わった後の口元に残っているチュールが気になるどんぐりちゃん。トイプードルモコちゃんの後ろからもちょっと顔だけ黒い影が近づいていました。今日のスアマくんは年末のちょっと変なテンションに入ったのか、スイくんに積極的に言っています。こっそりとも乗っかっちゃってはしゃいでいます。スイくんもまんざらでもなし。だいぶ皆さん朝から年末らしくまったりとした感じになってるでしょうか。スイくんは相変わらずゴロゴロしています。そしてトイプードルの茶太郎くんも合流です。どんぐりちゃんも年末天書に入ったのか、茶太郎くんにだいぶ尻尾プリプリで積極的に言っています。ちょっと茶太郎くんも困惑気味。そして茶太郎くんは茶太郎くんでチワワのプーちゃんのところに行っていますけども、どんぐりちゃんも尻尾プリプリで横から茶太郎くんに仕掛けに行っています。なかなかプーちゃんに挨拶ができない茶太郎くん。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。